おはようございます。山本義岡です。本日は2019年3月9日土曜日、2019年の3月3日の多摩川の解禁日でですね、雨だったんですけども、私が使ってた台湾の流派高調光6号 M がですね、2箇所固着しちゃってですね、それで使えそうもありません。まあ3週間くらい干してそれでもダメかなっていう感じはするんですね。でどうもそのまま使えなくなるんじゃないかっていうのか予感がします。そうしますとですね、電撃山目釣り本流でできなくなっちゃう可能性があるもんですから、まあ、宮田作でやればいいんですけども、ちょっと宮田作だと63だと尺抜き私的には無理かなと思ってるもんですから、新しい竿をですね、ネットで購入しました。昨日届きました。これです。ガマ渓流原画2尺抜き650ですね。こういうふうに書いてあります。ガマ渓流原画2尺抜き650、尺抜きは40センチクラスまでの大型にって書いてあるんですね。40センチを抜けるのかなって私的には考えてるんですけども、まあ今シーズンは必ず尺カメ抜き、できれば33センチ35センチをですね、ダーンって抜きたいと思ってるんですね。ちょっと開けてみますね。こんな袋ですね。まあ、非常に高級感があるんですね。まあ、私はもう普通のようには使えますから、相当これ傷つくと思います。こうです。何が気に入ったかっていうとですね、まあ細糸による抜きじゃないっていうところですね。まあ私は細糸で抜きますよっていう人もいらっしゃるかもしれませんけどね、私はそれじゃ誰もができるとは思えないもんですから、細糸による抜きですね、それ対応の竿を使ったとしてもやっぱり心配なんでしょ。尺なんか尺あるんじゃないかと思った時にですよ、03とか04でも僕だったら、私だったらちょっと心配がかかりますね。で誰でもが安心して抜ける竿、尺抜き対応って言っててね、でこれですね、適正アレスがこうなってるんですよ。これわかりますかね、0.35 から1号っていいですね、ぴったしなんです。電撃山目釣り吉岡の一番細い糸がですね03です。私はもう4月の中旬か下旬から04になります。ニッパラ川でもで5月の中旬以降はですね、尺が狙えるとこは05にします。いいですね。03から1号、まあ細い糸じゃないっていうところを気に入りました。こういうですね、昔風の釣り竿をですね、どんどん発売してどんどん売っていった方がいいんじゃないかと思いますね。細い糸でないと釣れないって、まあいいじゃないですかね。腕磨いて03以上の糸で釣っていけば、そんなまあ何十匹も釣る必要ないですよ。8寸クラスをですよ、1日3匹朝来てバシーンって抜いて、昼間バーンって抜いて、夕方帰る時バーンって3匹釣れればもう十分じゃないですかね。その間に、10時半頃1匹、3時頃か4時頃1匹、
8寸クラスにて5匹も釣ったらもう気持ちよくてもうビール飲んで帰りますよ、電車の中でね。で、穂先、これ頑丈そうですよね。簡単シンプルで見た目がもう頑丈そうです。それとこの穂先の太さがですよ 1.2mm、 いいですね。太、安心してやれるんじゃないですかね。尺抜き、でまあ私はですね、奥多摩が、まあ私の奥多摩川の定義は、まあ、日原川合流点から大落ちダムまでの多摩川本流です。まあここがホームグラウンドですね。それであと3月の解禁から4月の中旬頃まで、まあ長い時で、5月の中旬頃ですかね、日原が行きます。中流行きが多いんですけどもね。で、あと日原合流点から下流の氷川渓谷、鳩ノ巣渓谷、古里、御岳、戦畑まで行きます。そうしますとですね、日原が除いてこれですね、これはいいですね。多摩川本流はいいんですけども、奥多摩がちょっと長いかなって感じしますけど、手尻を約マイナス40センチからしますからね、なんとか釣っていきます。まあそういうことで、6.5メートル、まあ 6.1 メートル上がれば一番良かったんですけど、これ弦が 6.1 メートルは売ってませんのでね、多分尺抜きスペシャルで 6.1 メートル相当売ったから、 6.1 メートルはないんじゃないかと思うんですけど、まあそういうことで、私のフィールドにも合ってます。でこれでですね、これからやっていきます。なんとかなんとなく今年行くんじゃないかと思います。最初はまあ受けがちょっとうまくいかないかもしれませんけどもね。で来週の3月の12日から玉川本流でちょっとやってみます。そういうことで2019年シーズンの電撃ヤマメ釣りの竿は、弦が2、尺抜き 6.5、 これでやります。でどんな竿なのか、まあよろしければですね、皆さんに推薦します。今のところ私がこれから使えますので、2019年3月現在で尺抜き対応って歌ってる竿はこれしかないですね。私が調べたところ、あればなんかコメントでこれもありますよって言ってください。でやはり抜きに挑戦するんだったらば尺抜いてみたいですよね。で尺抜き対応だったらちょっと努力すれば抜けると思いますよ。竿が良ければあとは仕掛けの太さと長さですからね。あとガーンって、まあ、バーベルでこれやりますね、毎日鍛えて、今鍛えてます。バーベルで4キロのを鍛えないとダメですからね。で、5月の下旬頃からはミミズが活躍しますね、本流ではね。で皆さんミミズをですね、釣りに行く前日にですよ、釣り具屋さんに行って買うのって面倒ですよね。それに意外と高いし、1日1袋は使うと思うんですよ、400-500円。これをですね、養殖すれば最初はお金かかりますけども、ずっとお金かからなくて、よくなりますね。当たり前ですけどもね。それで、私は養殖します、ミミズをね。昨年の夏までは衣装ケース2箱養殖して増やしてね、ところが、まあ、命の危険があるほどの暑さでやられてしまいました、2箱とも。でまた今年の3月のですね、3日
3月の2日から3日かですね、3月の2日に釣り具店で3泊を耳使いまして、翌週の月曜日火曜日に古いクーラーボックスに入れてですね、こういうなんかのいらない密封できるのに入れてですよ、で、後で動画出ます。それにミミズ養殖すればですね、いいと思います。で、匂いがあるんじゃないかってこう思うでしょうけども、トマトとかですね、果物を与えれば匂いが出ます。私は朝食の代わりに人参リンゴジュース飲んでるもんですから、そのカスを入れています。ちょっと匂いますね、これね。でプワーって虫が出ますね。そうならないためにはですね、まあトマトがいいかと思いますね。あとですね、ミミズは暑さ強さや暑さ寒さに弱いですね。だから冬は暖かいところ、夏は涼しいところ、日が当たらない。あと自分水に弱いですね。自分の小便で死んでしまいますから、後で動画出ると思いますけど、そこに段ボールを引いて、水を吸収して、まあその段ボールは餌になりますので、そういうことで2019年シーズンからこれ電撃ヤマメ釣りの竿はですね、ニッパラガ以外では弦が2、尺抜き 6.50 を使います。ニッパラガは違いますよ、古い竿を使いますのでね。それでは皆さん、来週からの試し釣り、どんな抜きができますか、ご期待ください。